どうも皆さんこんにちは、論文男です。さあ本日は10日間でできるモテ体型の作り方ということで、2020年にカンパニア大学から発表された研究をもとに、超短期間でできるモテ体型の作り方を徹底解説していきます。夏薄着になって女性からいやらしい目で見られたいという方はぜひ最後までご覧ください。まずは本日の流れです。はじめにモテるための体型というのはどのような体型なのかを日本で行われた調査をもとに徹底解説をして、10日間でモテる体型になる方法を論文を使って解説をしていきます。次に私論文男が実践した方法や、組み合わせると効果が倍増になる体型の作り方を超わかりやすく解説をしていきます。そして最後に10日間じゃなくて楽して1ヶ月くらいで細マッチョになる方法を2つご紹介して、モテる体型にプラスしてモテる姿勢の作り方も合わせてご紹介していきたいと思います。毎度のことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速いきましょう。まずはモテるということにおいて最大の疑問である、どんな体型がモテるんだよっていう部分を解決していきたいと思います。この部分がわからないとモテる体型に近づくなんていうことはもってのほかですので、ここをしっかりと理解した上でモテる体型を作っていきましょう。よく海外の論文なんかを見ると BMI が普通よりも高い男性の方がモテるっていう研究結果も多数あります。まあ、ただ日本人の女性にモテたければ日本人の女性が求める体型を作る必要があります。ニュースサイト調べが全国の20代から60代女性676名に男性の理想とする身長を調査した結果、1位が171センチから175センチ、2位が176センチから180センチ、3位が166センチから170センチということで、平均身長以上の男性がモテやすいという結果でした。体格としては株式会社ウェーニングパークが255名の20代から30代の女性に男性の理想とする体型を調査した結果、1位が細マッチョ、2位が普通型、3位が痩せ型という結果でした。まあ、つまり身長が170センチ以上で太っていなければどんな男性にもチャンスはあるということになります。身長は成人になると伸ばすことはなかなか難しいので、たくさんの女性にモテたいのであれば姿勢を整えて身長を高く見せること、そして細マッチョになればいいということなんです。脂肪が少なくうっすら腹筋が割れ筋肉の盛り上がりがわかる体型を目指しましょうっていうことです。ではではここからが本題です。そんな細マッチョを超短期間10日間で作る方法が2020年カンパニア大学から出た論文で明らかになったんです。対象はフィットネスジムに通う107名の男性で、この107名を2つのグループに分けます。A グループが今まで通りの生活を送ってもらう対象群。B グループがスポーツファスティングに参加してもらう群です。スポーツファスティング、まああんまり馴染みのないワードかと思いますが、スポーツファスティングというのは短期間の断食と運動を組み合わせたメニューになります。実際の論文で行われたメニューを詳細にお伝えをしていくと、運動メニューとしては毎日最大心拍数の70から 75% で30分間の有酸素運動をすること。食事メニューとしてはカロリーの制限をして、1日目が1800キロカロリー、2日目が1200キロカロリー、3日目が800キロカロリーの食事をします。4日から6日の間は1日189キロカロリーだけの食事をして、7日目が800キロカロリー、8日目が1200キロカロリー、9日目が1800キロカロリー、10日目が2200キロカロリーという感じで、前半で徐々に減らしていって、中盤でほぼ断食をし、後半で戻すというハードな運動とファスティング、断食を組み合わせたメニューになります。で、これ結果はと言いますと、実際の論文の表を引用しますと、スポーツファスティングを行った参加者は、総体重が 3.9kg 減少、総脂肪量が 3.3kg 減少、BMI が 1.2 ポイント減少、筋肉はわずか 600g だけ減少、総体重に占める筋肉の割合はほとんど変化なしという結果で、体重が減少し脂肪ががっつり減ったにもかかわらず筋肉の量というのはほとんど変化はなかったという驚きの結果になりました。研究者曰く、短期間の断食と運動を組み合わせるスポーツファスティングは総体重に占める筋肉の割合を低下させることなく体脂肪量が大幅に減少するということを述べていまして、モテ体型になるため細マッチョになるための方法としてはもってこいのメニューになります。メニューがきつすぎるって思う方もいるかもしれませんが、あくまで10日間でモテ体型になるための方法ですので、超短期間で体をがっつり変えるためにはこれぐらいのきつさは覚悟しなければいけません。で、これ実際に私もですね、理学療法士の仕事をしながら実践してみたんですが、4日から6日目のカロリー制限は正直体を動かす仕事、頭を使う仕事をする方にとっては無謀でしたので、私の場合は800キロカロリーをキープして戻していくという方法に切り替えて行いました。要は4日目から6日目の189キロカロリーという部分を800キロカロリーに変更したということです。それでも結果としては体脂肪率が 12% から 10%、
体重は68キロから65キロと大幅な減少を10日間で達成することができましたので、今すぐにでも筋肉が浮き出るかっこいい体を作りたいという方はぜひ実践してください。特にジムに通っているけどなかなか腹筋が割れないし筋肉が浮き出てこなくてぷよっとしている体型の方は、断食と組み合わせた運動メニューを実践してもらえると確実に効果が出るということは科学的に明らかになっていますので、目に見えて効果を実感できると思います。そしてこのスポーツファスティングにプラスしてタンパク質量をコントロールすることによってより大きな脂肪燃焼効果を狙うことができるんです。2020年にアルバータ大学から43人の若年成人を対象にして脂肪を燃焼させる食事はどのような食事なのかの検討が行われました。実験の方としては参加者を2つのグループに分けて、 A グループでは1日の総カロリーの摂取のうち炭水化物が 55%、 タンパク質が 15%、 脂肪分が 30% で構成された食事メニューを食べるグループ、 B グループでは1日の総カロリーのうち炭水化物が 35%、 タンパク質が 40%、 脂肪分が 25% という炭水化物の量を減らしてタンパク質量を増やしたグループです。この2つのグループで総消費カロリー、基礎代謝量はどう変化するのか、脂肪の燃焼率はどう変化するのかを見たという研究です。でも早速結果なんですけれども、タンパク質を多く摂っていたグループで総消費カロリーに有意な減少が見られ、基礎代謝量はどちらのグループもあまり違いはなかったという結果でした。そして実際の論文の図を引用しますが、タンパク質量の増大に伴って脂肪の燃焼と有意な相関が見られたという結果になりました。高タンパクな食事メニューに変えることによって総消費カロリーや脂肪燃焼効果というのはぶち上がりますので、運動をすることによって痩せやすい体になることが明らかになりました。つまりスポーツファスティングと組み合わせると、断食での摂取カロリーの配分を炭水化物 35%、 タンパク質 40%、 脂肪分 25% にすることによって、より筋肉を落とさずに脂肪燃焼を狙えるということです。なかなかここまで詳細にカロリー分配を調整できないという方は、タンパク質を多めに摂るという意識でも全然いいかと思います。とにかく筋肉を落とさずに脂肪を燃焼させるためにはタンパク質を摂ることが重要というわけなんです。ここまでがどうしても短期間で細マッチョになってこの夏を自分のものにしたい方向けのスポーツファスティングの方法になります。めちゃくちゃきついですが、必ず効果が生まれるのが今回紹介した方法になりますので、ぜひ実践してみてください。ただなかなかここまではやりたくない、絶対に最後までできないという方もいるかと思います。10日間だけじゃなくて1ヶ月くらいで細マッチョになりたいという方もいるかと思いますので、ここからはできるだけ楽してモテる体型を作りたい方向けの科学的情報をお送りいたします。当たり前ですが、筋トレや運動することは絶対ですので、この運動という日常にスパイスとして取り入れると楽して細マッチョになれるよっていう情報をお送りいたします。まずおすすめ一つ目が90分ファスティングです。やることは超単純です。食事の時間を前後に90分ずつずらすだけです。朝食を食べる時間をいつもよりも90分遅くして、夕食を食べる時間をいつもよりも90分早くするという方法です。今現在毎朝7時に朝食を食べている人は8時半に食べて、夕食を8時に食べている人は6時半に食べるということです。何も食べない時間帯を増やしていくっていうわけなんです。こんな単純なことで効果なんて出るのかって思うかもしれませんが、2017年のサリー大学の研究では、この90分ファスティングを10週間実践したグループでは、対象群と比較して2倍も体脂肪量が減ったというデータもありますので、ちょっと時間はかかりますが、楽して体脂肪を燃焼させるのにはもってこいの方法になります。ただ、この90分ファスティングは時間の制約がありますので、仕事の時間が不規則な方なんかは実践しにくいかと思います。そんな方におすすめなのが、以前の放送でもおすすめした朝食だけを抜くファスティングです。これも超単純ですね。朝食を抜いて昼食、夕食は普通に食べるという方法です。これはアメリカ国立老化研究所が推奨するファスティング方法になりまして、平均で16時間くらいの空腹時間を作るということが重要です。なので12時にお昼ご飯を食べるっていう方は、前日の夕食は8時までに終わらせて、そこから次の日の12時までは何も食べないという方法になります。お茶、水、ブラックコーヒー以外は口にせずに、肝臓に蓄えられたエネルギーをすべて消費するようにしてください。はじめのうちは空腹感からイライラが溜まるかと思いますが、だいたい2週間から1ヶ月くらいで慣れますので、この朝食抜きファスティングも期間は必要ですが、楽して体脂肪を燃やしてモテ体型になるおすすめの方法になります。ちなみにですね、18歳以下の方は朝食を抜いてしまいますと集中力低下などマイナス面がたくさんありますので、朝食ファスティングは控えるようにしてください。スポーツファスティングは辛すぎて無理っていう方は、90分ファスティング、朝食抜きファスティングをぜひ実践してみてください。
超短期間での効果は見られにくいですが、1ヶ月くらいの期間を見ていただけると確実に体に変化が現れる方法になりますし、モテる体型を作るためだけじゃなくて、アンチエイジング効果や集中力向上効果なんかが様々な研究で明らかになっていますので、日々の生活の質を上げたいという方にもおすすめの方法になります。そして最後、スポーツファスティングにプラスしてモテる姿勢を科学的に解説していきます。細マッチョになるだけじゃなくて、このモテる姿勢を知っておくと、男性ホルモンであるテストステロンが爆上がりして、本能的に女性が求める体になりますので、スポーツファスティングに加えて実践してもらえたらと思います。まずはもう早速結論です。テストステロンを爆上がりさせて、女性が本能的に求める姿勢とは、パワーポージングです。パワーポージングを普段日常的にしている方は、テストステロンが上がって女性からモテやすくなります。2010年にコロンビア大学から42名の男女を対象にして、どのような姿勢がテストステロンの値が上がるのかの研究が発表されていまして、二つの姿勢で比較が行われました。一つ目はパワーポージングといって、背筋を伸ばした堂々とした姿勢を取らした群と、もう一つはローポージングといって、体が丸まった縮こまった姿勢を取らした群で、どのようなホルモンの変化があるのかの調査が行われました。もう早速結果としてはですね、グラフの図を出すとこんな感じです。パワーポージングはローポージングと比べるとテストステロンの分泌量が多くなり、しかもストレスホルモンであるコルチゾールの値は低くなったという結果でした。つまり背筋を伸ばした堂々とした姿勢というのは、テストステロンの値を上げてモテやすくなるだけじゃなくて、ストレスも少なく生活できるというわけなんです。しかもこの研究では1分間パワーポージングを実践しただけでも効果があったということなので、今日からできて短時間でも効果のある方法になります。逆言えば、日本人にありがちな背中が曲がって小さく縮こまっている姿勢であるローポージングというのは、テストステロンが分泌されにくいだけじゃなくて、その姿勢を取っていることによるストレスも上がってしまうというわけなんです。よくある座ってスマホを構っているあの丸まった姿勢というのは、男らしさを失ってしまう最低の姿勢ということです。なので日々背筋を伸ばすことを心がけましょうなんですけれども、正直ずっと背筋を伸ばすことを意識するのは無理ですし、長期間体が縮こまったローポージングを続けていると筋肉だけじゃなくて関節も固まってしまうので、背筋を伸ばす意識だけではローポージングをパワーポージングにすることは難しくなります。なのでここからはローポージングをパワーポージングに変える姿勢の作り方を、現役理学療法士の私論文男が解剖学の観点からわかりやすく解説をしていきます。まずはローポージングですが、これを別の言葉で言うと猫背、まあ、要は延杯のことを言います。胸から首にかけて少しお辞儀をしているような日本人でよくある猫背ですね。この猫背を改善することによってパワーポージングに姿勢を変えることができます。改善するポイントとしては2つです。胸の前側にある筋肉をしっかりと伸ばして、後ろ側にある筋肉を強くすることが重要なんです。よくテレビとかだと背筋が重要っていうことを伝えているかと思いますが、確かに背筋はものすごく重要ですが、これだけでは姿勢というのは変わりません。まずは前側にある筋肉を緩めることが重要です。前側に姿勢が倒れているということは、骨と骨につく筋肉というのは縮んでしまっています。この縮んでいる状態を長時間放置しておくと、その状態で硬くなってしまい、筋が短く硬くなってしまうので、まずは前側にある筋肉を伸ばして緩めることが重要です。ここで伸ばしておきたい筋肉が大胸筋です。胸の前にある筋肉で、よく腕立て伏せなんかで鍛えられる筋肉になります。この筋肉を伸ばすのにおすすめの方法としては、ストレッチポールを使うやり方になります。どうしても長期間ローポージングを取っている方というのは、筋肉だけじゃなくて関節までもが硬くなってしまっていますので、ただ単純に1、2、3、4みたいなストレッチをしても、あんまり姿勢を変えるという観点から見ると意味がありません。なので関節を伸ばすのであれば最低でも10分は伸ばしておきたいので、ここでのおすすめとしてはストレッチポールです。単純にストレッチポールに乗ってのんびりしておくだけで筋肉と関節を伸ばすことができますので、これはおすすめです。しかもストレッチポールはリラクゼーション効果もありますし、インナーマッスルを働きやすくなることも分かっていますので、疲れているなと思った時にも有効な手段になります。だいたい3000前後で買えますので、私が使っているストレッチポールの URL は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。そして大胸筋をしっかりと伸ばしたら、次に背中を後ろに引っ張ってくれる筋肉を鍛えていきます。背中には胸腰筋膜という体を前に行かないようにしてくれる筋のバンドみたいなものがありまして、ここについている筋肉というのが広背筋と大臀筋です。この2つの筋肉を鍛えていくことによって、背中を後ろに引っ張ってくれる胸腰筋膜を強くしてくれますので、体が前に行かなくなり、延杯を改善することができます。それぞれ個別で広背筋と大臀筋を鍛えていくのも十分に効果的なんですが、私のおすすめとしては、この胸腰筋膜がしっかりと働きやすくするための四つ這い運動です。
四つ這いで腕と足を同時に上げる運動です。写真だけでは分かりにくいので説明欄に動画を貼っておきますが、対角線上の腕と足を体と平行に上げることによって胸腰筋膜の働きが強くなりますので、姿勢を手軽に変えたいっていう方におすすめのトレーニング方法になります。何セットかやってみて、腕が偉いという方は広背筋、お尻が辛いという方は大臀筋の筋力が弱いので個別に筋トレをする目安にもなります。大胸筋をしっかりと伸ばして胸腰筋膜の張りを強くしたら、最後に肩甲骨を内側に引っ張ってくれる筋肉を鍛えていきます。胸腰筋膜の張りを強くするだけでは背中は伸びるんですが、延敗を治すのにはまだ不十分なので、肩甲骨の内側の筋肉の筋トレを行っていきます。なぜ肩甲骨って思う方もいるかもしれませんが、一度背中を丸めて猫背になってみてください。猫背になると肩が前に行きますよね。肩甲骨というのは肩と連動して働きますので、肩が前に行くと肩甲骨はそれぞれ外側に開いていきます。逆を言えば、肩甲骨を内側に引っ張ってくれる筋肉がしっかりと働いてくれることによって、肩甲骨が外に開きませんので肩が前に行くこともなくなって延敗性にもなりにくくなります。なので肩甲骨の内側にある筋肉を鍛えましょうっていうことです。肩甲骨を内側に引っ張ってくれる筋肉はいくつかありますが、一番効果が高い大きな筋肉としては僧帽筋、中部繊維、下部繊維です。肩甲骨と背骨につく筋肉になります。肩を後ろに反らした時に働く筋肉ですね。鍛え方は関連動画としておすすめの YouTube を説明欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。以上がローポージングをパワーポージングに変える姿勢の整え方です。前側にある筋肉、関節を柔らかくして後ろの筋肉を鍛えるだけでテストステロンを上げるモテ姿勢と変わっていきます。ただ中にはどうしても自分に自信が持てないから体が縮こまってしまってローポージングになってしまうというメンタルが問題な方もいるとは思います。ただ2009年のマドリード自治大学の研究では、パワーポージングというのは自己評価までも変えてくれるっていうことが分かっていまして、ローポージングを取るよりもパワーポージングを取った後というのは自分の評価が上がるということも明らかになっているんです。なので自信がないから体を丸めるんじゃなくて、自信がないからこそ胸を張ってパワーポージングの姿勢を取ることで自分への自信が生まれるというわけなんです。これもやはりテストステロンが上がる影響が大きいと思いますが、とにかくモテて自分に自信をつけたいのであれば、パワーポージングの姿勢を作っていきましょう。以上が10日間でできるモテる体型、モテる姿勢の作り方でした。それでは最後に本日のまとめです。日本人の女性が求めている体型は細マッチョです。細マッチョになるために10日間という超短期間で筋肉を落とさずに脂肪を燃焼させる方法というのはスポーツファスティングになります。正しいやり方で運動プラス断食をすることによって超短期間で細マッチョになることができます。そしてこれに加えてパワーポージングが重要です。胸を張った堂々とした姿勢を取ることによって男性ホルモンであるテストステロンが上がり、本能的に女性からモテやすくなります。まずは自分のやりやすい方法からでもいいので実践していただけると、みるみる体が変わり、それに伴って人生も変わっていきますので、ぜひ実践してみてください。素晴らしい肉体には素晴らしい精神が宿りますので、毎日を悔いなく過ごしていきましょう。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。本日もありがとうございました。このチャンネルでは論文や方をベースとして生活が豊かになる情報をお送りしています。日曜日以外の夜7時半、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。